はい、皆さんこんにちは。テルチャンネルのテルです。これは地球ですね。ちょっと今からね、富士山の方に行ってみたいと思います。ぼやけてますね。はい、これ富士山ですね。はい、綺麗な形ですね。やっぱりメートル富士山見ていただきました。続いて次はね、名古屋の方に行ってみたいと思います。移動します。名古屋へ移動します。はい、これ名古屋駅ですね。かなりくっきり撮れてます、映ってますね。建物の一軒一軒まで綺麗に見えます。密集地へ行ってみます。はい、これ何ですかね。これはどこかの陸上競技場でしょうか。中村パークってここが書いてありますけど、ね、すごいですね。いっぱい立ってますね。車の車種まで分かりそうな気がします。あなたのお家はどこでしょうか。はい、ではね、月の方へ行ってみたいと思います。これは地球から見た表側ですね。ここでね、また不思議なものを見つけたんですよね。なんか人が歩いているような感じなんですが、人にしては大きすぎるんで、多分ロボットだと思うんですが、ちょっとそれを見てみましょう。はい、これですね。はい、この白い丸で囲んだ部分です。光がこっちの方から当たってると思うんですよね。こっち側から光が差してますので、これ影だと思うんですね。これはで、これは人型のなんかロボットみたいな感じがしますけどね。もしくは宇宙人かもしれません。なんとも不思議なものでした。次にね、もう一つこれと同じようなものがね、あるんですよね。
全く一緒ではないと思うんですが、ちょっとそれを見ていただきましょう。こっち側ですね。はい、やっぱり同じようなものがあります。はい、この白い丸で囲んだ部分です。何でしょうね、影がここに出てるということは、やっぱり何かになんかこう建造物か人型のなんかロボットかなんかだろうと思うんですがね、全く同じような形しております。はい、そういうことですね。でね、今日はね、また裏側、月の裏側の方でね、あの UFO 見つけたんですね。ちょっと見ていただきます。ここですね。これなんですが、はい、この丸で囲んだ部分ですね。いかにも UFO らしき感じですが、なんでしょうね、これ影型の UFO みたいな感じしますよね。はい、この丸で囲んだ部分ですね。この UFO によく似ております。要はね、こうしてみると、ね、やっぱり、こういうとこなんですよね。電気みたいなのが3つついてますよね、こっち側に。1、2、3。でこっちにも1、2、3。で真ん中に1つついて、全部で7個の電気みたいなのついてます。これよくあの地球上でも見られる UFO だと思うんですが、いかがでしょうか。はい、そういったわけで今日は不思議な月の不思議なものを 3つ見ていただきました。ではこれでまた戻ります。月から離れます。また地球に戻ります。地球に戻ってまいりました。ちょっとこう韓国の方を見てみましょうか。韓国にもたくさん家が建ってるんじゃないでしょうかね。こっち側多いですね、この辺は。この辺がいっぱい立ってるみたいなんですが、結構山側ですね。ここは密集してますね。かなり家が建ってますね。なんか団地みたいな感じですけど、なんでしょうかね、これ車ですか。あ、これは車みたいですね。あ、車か。あ、これが家ですね。なんかの施設かなんかでしょうか。そういったわけで韓国も見ていただきました。はい、そういうわけで今日はこれでお別れします。
お疲れ様、見ていただきありがとうございました。